高野佑三郎昭和25年12月30日は日本の剣道家。流派は中西配置登流剣術。称号は大日本武徳会剣道藩士。意味名は豊か星。号は安子祭。警視庁激剣世話かけ、東京高等師範学校教授などを歴任した昭和初期剣道会の第一人者。武蔵区秩父軍に生まれる。 幼少時から祖父で、忍藩剣術指南役の高野崎一郎に中西派、一刀流剣術を学ぶ。五歳の時藩主、松平中世の御前で中西派一刀流の組立ち五十六本を演武し、褒奨を賜る。その後、上京して、山岡鉄州に指示し、明治十九年警視庁巡査に任官。本城元町署激剣世話係を務め、 警視庁のサブロー三傑の一人に数えられる。明治21年、埼玉県警察本部武術教授に転じ、警部まで承認する。明治41年、東京高等師範学校講師に登用され、職人教授まで累進。大日本帝国剣道系の制定、学校剣道の指導法を考案し、現代剣道の基礎を築いた。同時に、秋の武道場を設立し、 多数の弟子を育てる。昭和初期の剣道会において、中山博道と並ぶ最高権医者となり、昭和の剣聖と称される。高野家は、代々、武蔵区に秩父軍大宮里で秩父犬の剣左役を務め、後には、大宮塾の旗子も合わせて営んでいた。居宅は、秩父神社境内にあった。佐三郎の祖父、佐吉郎は中西拝地東流四世。 中西市政の皇帝で、おし藩主か、奥平松平家の陣屋の剣術指南役を務め、秩父神社境内にも、道場を設け門人を指南していた。助、吉郎の長男、吉三郎は、黒谷の泉家の京という女性を妻に迎えた。助吉郎は、京が妊娠すると道場で、稽古の見学を命じ、体内の助三郎に、市内の音を聞かせた。夜には、 歴史上の英雄、豪傑の伝記を読み聞かせた。スケサブロが生まれた場所は、秩父神社の道場内であった。スケヨシロは、男児の誕生を喜び、庭に不意を設けて、有名な刀工を呼び、大将の刀を誕生祝いとした。スケサブロが歩くようになると、早速霧の木刀を与え、3歳から中西配置チ、刀流の形稽古をつけた。 褒美に歌詞がもらえることを覚えた助三郎は、自ら進んで稽古を求めるようになり、物心づく前に中西配置チ東流の組立56本を覚えた。5歳の時、藩主、松平中世の午前で、助吉郎を相手に中西ハイチ投竜組立56本を演舞した。藩主は、助三郎を激称し、軌道の二字を書き添えて、脇差しと、 銀一風を与えた。助吉郎は歓喜は感極まって泣いていたという。明治維新後も、高野家では、稽古が続けられ、助吉郎は、助三郎に、道場の床に大豆を巻き沿りを履かせての稽古や、膝まで、水深のある川での稽古、布で目隠しをしての闇試合、創業の太陽を飲む新法など、様々な特訓を課した。秩父地方の剣術大会で、 スケサブロの名はとどろき、秩父の商店具の異名を取った。明治12年、埼玉県小玉郡上村の引くも寺境内で、上部合体剣術大会が開かれ、スケサブロはスケ、吉郎の代理で出場した。対戦相手は、元安中反撃剣取締役助教授、岡田忠五郎であった。スケサブロが死内を、 片手冗談に構えると、岡田は怒り、何度も強烈な突きを放った。喉を破られ袴まで地に染めた助三郎は、岡田の目を潰そうとしないで顔面をついたが、面筋に当たるだけで届かず、ついに混沌してしまった。山岡鉄州岡田に破れた助三郎は、修行をやり直して復讐することを決意し、東京に出奔する。母家は、呼び戻そうとしたが、祖父、 佐吉郎は、剣道家になる者にそのくらいの意気込みがなくてどうすると、捨ておいたという。東京に着いたスケサブロは、四谷の柴田守守を訪ね、荒稽古を求めた。柴田はそれならばと、山岡鉄州の道場を進め、防具をスケサブロに貸した。スケサブロの意向によれば、山岡道場は、稽古が荒いため普通の者はすぐにいなくなるが、 スケサブロはただならぬ様相で稽古を続けたので、周囲はいぶかしがった。二ヶ月ほど経った頃、テッシュは、スケサブロを昼食に誘い、次第によっては力添えをすると伝えた。スケサブロが、涙ながらに敬意を明かすと、テッシュは、もはや、岡田とやらは、君の敵ではあるまい。早速復讐して来いと言ったという。スケサブロは、 負ければ死ぬ覚悟で岡田を訪ね、試合を申し込むと、岡田は平身抵頭して詫び、丁重に試合を断ったという。拉致が開かないためスケサブロは帰り、テッシュに報告すると、テッシュは、それは当然だ。やれば、岡田は、生命はなかったろうと語ったと言われる。テッシュの死、ア利義明が、スケサブロの祖父、佐吉郎と、兄弟弟子でもあることから、 スケサブロは鉄州から一層期に入られ、その後も、進行を深めたという。サブロ三傑と歌われた高橋久太郎、高野佑サブロウ、川崎善三郎。1939年撮影明治19年3月、鉄州は、警視総監、三島道常から警視庁激犬世話係の補充について相談され、スケサブロを推薦した。同年4月、 スケサブロは、警視庁巡査に任官し、本所元町署激剣世話係に赴任した。月給は普通の巡査の2倍以上という異例の大群であったという。当時の警視庁は、幕末の動乱をくぐり抜けてきた元武士、抜刀大使や、各地から招聘された剣豪が集まり、剣術家最大の拠点となっていた。スケサブロは、幕末の生き残りである。 上田馬之助、泉宗介、梶川義正らの指導を受けた。若手の中で、助三郎の活躍は、特に目覚ましく、高橋九太郎、川崎善三郎と合わせて、三郎三傑と歌われた。稽古は、非常に激しく、立ち切り稽古が、特に辛かったと述回している。その後、埼玉県知事が、助三郎を、埼玉県警察本部に勧誘し、 埼玉県知事と警視総監の間で交渉が行われた。明治21年7月、恩師、山岡鉄秀が死去。8月、助三郎は、警視庁から埼玉県警察本部に転じた。明治23年、浦和に、秋の武官道場を設立し、急速に支部を増やす。明治十六年、皇太子、義人が、大宮公園に行刑した際、 助三サブローは門人を招集し剣道を対乱に、教した。明治28年10月26日から28日まで、平安神宮で開催された大日本武徳会主催の第一回武徳祭大演武会に出場し、京都府の伊沢森正、徳島県の高木義幸と対戦し勝利した。翌年の第二回大会では、福岡県の浅野市馬、滋賀県の尾関強成に勝ち、 当時の剣道界の最高表彰である、聖錬賞を授与された。この年、聖錬賞を授与された人数は出場者460名の、うちわずか15名であった。同年、警部に承認し、日本体育会員も移植された。明治32年、実業家、平沼先造の講演により、一家で東京に移住。明治35年5月、 第日本部特裁大演部会の大四43名の、好転試合で優勝し、日本党と商用を授与された。同年10月、東京府高島町区飯田町に、秋野武館本部道場を設立。この時読売新聞に、その門に遊ぶ、指定無料4000余人、道場を起こすこと39の大きに及び、と報道された。十九支部というのは、 明治時代の剣道道場の支部数としては、異例の多さであった。スケサブロの半生は、村松昌夫により、秩父水古伝として小説化され、その後映画にもなり、この映画を見た多くの若者が、秋の武館に入門した。館員数は6000余人、警察官や学生を加えると1万人を超えた。明治36年4月20日、 大阪府でも様された第5回官業博覧会の剣道大会で有名剣士104名の中から、助三郎が最優秀者に選ばれ、皇太子から金星記念賞と銀星免金剣士、差し撃剣道具を授与された。明治38年4月、剣道教師に昇進する。東京高等師範学校で劇剣を指導第2本、帝国剣道系制定主催委員。 前列右からネギシ・シンゴロ辻真っピラ、後列右から角名正、内藤隆二、高野佑久郎。明治41年3月19日、体育に関する権威案が衆議院を通過し、激見、柔術が中等学校の成果となることが決定した。中等学校教員を養成する東京高等師範学校の校長、加納寺五郎は、 同攻撃喧嘩講師の人選を支持し、スケサブロが選ばれた。同年3月31日、東京高等師範学校講師に就任。同時に、東京高等工業学校、早稲田大学、総統州大学、日本体育会体操学校、陸軍富山学校、陸軍士官学校、海軍機関学校の剣道師範を兼ねる。早稲田大学剣道部の教え子に、 笹森純造がいた。明治45年、第二本部特会に剣道系の調査委員会が設けられ、全国から25名の委員が選ばれた。スケサブロはそのうち5名の主査の一人に選ばれ、剣道系制定の中心的人物となった。流派を超えて、形を統一することは、難航を極め、連日熱烈な討論が続いた。 スケサブロは懐に担当を増し、自分の意見が入れられないときは差し違えて死ぬ覚悟で、臨んだ。大正元年10月、大日本帝国剣道型が完成し、大日本部特会会長、大浦兼武から感謝状と、剣道統一の章を贈られた。翌年4月、52歳で、剣道家の最高位、半士号を授与された。 藩士は60歳以上に授与するという規則があったが、特例での授与となった。大正5年4月8日、東京高等師範学校教授に承認。当時、剣道の腕一つで教授に上り詰め、助訓をも受けた、剣道家はスケサブロだけであった。同校で、スケサブロは、学校体育のための剣道指導カリキュラムとも言える、剣道基本教授法を考案し、剣道を表した。 剣道は大正天皇にも献上され、現在の剣道に多大な影響を与えた。また、中西派一刀流五行の形を学生用に改良し、東京講師五行の形として指導した。京都の武道専門学校教授、内藤隆二と並び、東の隆の西の内藤と称された。大正七年五月、渋沢栄一の公園で、 神大間川工事一丁目に修道学院を設立する。剣道修行を単なる技術の習得に終わらせず、人材を育営することを目的とした。スケサブロは自分がもし東京講師に職を報じなかったら人間としての今日の私はなかったであろう。学校で多くの教授や先生方に接して刺激を受け、また立場上、勉強し、 収容せざるを得なかった。全く学校のおかげである。ありがたいことだと述べ、これからの剣道は、教育的価値を持つべきであると考えていた。剣道型を演舞する、高野佑ロ郎と、中山博道昭和4年、同9年、同15年の展覧試合で、助三郎は、中山博道と共に、剣道系演舞と審判員を務めた。助三郎と博道は、 当時の剣道界の総壁であった。昭和6年と同13年には、早稲田大学剣道部を引率して、アメリカへ遠征した。昭和11年、東京高等師範学校直任教授に承認し、退官。教授を辞した後も、講師として、指導を続けた。太平洋戦争が悪化すると、秩父に疎開した。昭和20年8月15日に日本は敗戦し、 占領軍の命令で第日本部特会は、解散、剣道の組織的活動は禁止された。昭和25年末、鎌倉稲村ヶ崎に移住。同年12月30日に死去。去年89、大森草原、諸都、全1975年新総版第二版春従者 P98。ありがとうございます。